さあ、じゃあ本番参りましょう。はい、はい、ことことチャンネルっていうのを前回こうやってやりましたけど、どう考えてもことことのポーズじゃないんですよ。これもいきなりもう放送しちゃってるんですけど、あのことことってことこととかっていうのがことことかなとか思って、これ今回採用したいんですけど、多数決だったらいいですか。はい、いいです。ことこと、ことことチャンネル始まります。ちょっとここ BGM がなんか入れて盛り上げてみますかね。はい、皆さん、ことことチャンネル見てくれてますか。ことさんなんかね、これ持つかななんて心配してましたけど、なんとビッグゲスト登場。皆さんご紹介します。プロライダーの秋吉康介選手です。なんとかプロやってます。いや、こんなビッグゲスト、はい、院長、はい、すごいキャスティングしてくれましたね。はい、あのうちで、はい、毎年応援をしてて、はいはい、あの今シーズンも、はい、あの継続支援をするんですけども、はいはい、これあの自己紹介をしてもらった方がいいんですよね。はい、秋吉選手、はい、ちょっとですね、はい、見ている方に自己紹介というんですか、プロフィールというんですかね、はい、お願いいたします。秋吉康介と申します。年は16です。来ましたよ。3倍ぐらいですけども、はい、まあ、生まれは福岡久留米っていうところですね、うん、はい、で、まあ、鈴木さんと契約したのが95年、うん、そこから鈴木さんで勉強してもらってして、まあ、マシン開発とか、はい、あとは、まあ、まあいろんな社会的なことを教えてもらいながら、そこから、2008年の11月から本田さんにお世話になって、はい、元 GP を主体になりまして、2017年で本田さんの契約は終了しまして、はい、で18年からはもうテルルさんと一緒に、はいはい、JSB 選手クラスですか、選手陣、はい、でそこでお世話になった時に、まあ、まあこの今の時代、まあ、コロナになりまして、そこで2020年からは、まあ、自分で立ち上げまして、はい、全日本ロードレースを、はい、転戦したいということで、やっぱどうしても優勝したいなと、自分の力を出したいなというところで、まあ、2020年から独自に始めて、はい、でその後、まあ途中でどうしてもその、まあ、自分でやりたい力もあったんですけども、ちょっと辛いところもありまして、で宣伝しないを走ってたら、俺懐かしいなと、そのケイシー・ストーナーさんの写真が出てきて、これ懐かしいからちょっと電話しちゃおうかなと思って、その村山運送さんの話して、はい、そこからご縁ができて今になります。はい、はい、村山レーシング、村山運送、運送ホンダドリーム KW っていうんです、はい、KW っていうのは私の会社なんですけども、はい、コスモワールドっていう、あ、はい、うん、はい、皆さんも高速道路とかで村山運送さんのトラックに、はい、秋吉選手の姿がラッピングされている、はい、あれ村山社長が全て自分で撮られてて、はい、それを貼り付けられてる、ね、見たことある人もいると思うんですけど、いや、私55なんです、はいはい、で秋吉選手のこのウィキペディアを見て、はい、いやちょっと待てよと、はい、うん、鈴木時代の、はい、ガンマとか、ガンマ懐かしいですね、開発の頃の話出てくるじゃないですか、はい、ウィキペディアちょっとみんな概要欄にリンク貼っておきますけど、RZ のヤマハとかガンマ500とかですよね、うん、はい、はいはい、モンスター級なツーストの時代を開発されてた、まあ、そうですね、携わってたというか、はい、あとはなんか、なんだろう、ガソリンのその種類が実は違うんですよね、価格に。だそのテストしたりとか、あとは他社のマシンを乗りながら比較するとか、比較テスト多かったんですよ。はあ、懐かしいなと今思い出すと、うん、かなり楽しかったんですよ、毎日。いや、もうね、おそらく50代の人たち、はい、高校時代にガンマに憧れた人とか、はい、秋吉選手だよっていうふうなね、分かる人たちいると思うんですよね。ガンマを乗った時に面白いバイクだなと思って、初めて僕ホンダのバイクでレースしようと思ったんですけど、友達がガンマ乗ってて、これで買ったらかっこいいよ、どういうことなんだろうって。ものすごいトルクがピークで、狭いエンジンっていう言い方で合ってるんですかね。
そうですね、うん、ドカーンとくるやつですか。ドカーンとくるやつ、まあ力はありましたね、当時70馬力ぐらいあったんじゃないのかな、50馬力ちょっとよく覚えてないんですけど、いやなんか高校時代に先輩が RZ だとかガンマだとか乗ってて、で高校生だと500ガンマなんか絶対買えないですし、買えないですね、あの免許も取れないですね、取れないしね、はい、うん、そんでもうあのエンジンももうレースで使ってるようなものだよなんて思ってたし、普通の人乗れないバイクだと思ってます。うん、乗りづらいと思います乗りづらいというか乗れないと思います。五眼とかって言ったんですよ、はいはいはい、五眼、四眼ってありますね、ありますね、4と5があって、はい、難しいと思います。だからそんな話とか思い出して、今日はね、もうワックワク本当ですよね。あのレースの方では、はい、あのホンダでの戦績がやっぱり上位にランクしたわけですね、そうですね、そして今もホンダ、はい、そうですね、はい、去年8月のスノーね、院長と一緒に、はい、はい、で、いきなり、ね、パドックまで入れてもらって、あの復帰第一戦だったんですよ、実は。あ、そうですね、復帰第一戦で歩くのが、ね、はい、痛かったんですけど、はい、うん、まあ、今みたいです。でも乗っちゃうんですね、まあ、乗ると忘れますねもう乗ると忘れて2歩で終わってますプロ中のプロ、プロ中今日はこういう緑色のバッグで撮っていて、はい、後ろにレースのシーンをですね、出てるんですか、合成しております。レースのシーン、はい、その見えるんですか、あ、じゃあここに出てますね、出てます、出てます、うん、はい、まあ、パドックのシーンもまた使い回しましてね、はい、皆さんに見てもらおうと思ってるんですが、はい、今年2023年も、はい、選手士クラスのエントリー、はい、エントリーです、はい、スゴーアジア選手権、はい、そして鈴鹿8体、はい、全て、はい、参戦する予定です、はい、じゃあ相撲だと1戦見れるんですか、2戦見れる、アジア選手権の、はい、アジア選手権があります、ありますね、はい、お、ちょっと皆さん応援に登米市から、はい、ぜひ、ね、はい、マイクロバス100台ぐらい今日私は山形から来ましたので、はい、あ、そうだそうだ、はい、あの福岡出身の選手ですが、はい、今は山形ですか。山形です。19歳まで、福岡県にいたんですけども、はい、福岡県かっこいいんだよな。福岡県なんかありましたっけ。あんまり僕ねレースしかしてなかったんで行ったあんまり知らないんですよ。いや、私福岡県はあの例えば芸能人多いし、あ、うん、その例えばね鮎川誠とかうまかっちゃんのコマーシャルやってた鮎川誠、ああ、なんかあのかっこいい、かっこいい人ですね、ロックの人です、はい、いや1週間前ぐらいなくなっちゃったはいはい、その方、はいはいはい、ヤマハのピアノをコマーシャルするのも娘さんとって、うん、ロックミュージシャンなんですけど、博多明太ロックっていう世界、福岡がもう憧れなんですよ。レース協会も多いんじゃないですか、選手は。なぜかモトクロスチームが多かったんですよ。で僕、泥嫌いだったから泥とかこう汚れるのあんま好きじゃないですよ、洗剤なんで見てわかりますよね、洗剤だったらね。まあ、あのモトクロスほとんど乗ってでも、うん、なんか上手くないというか乗れないなと思ってやめたんですよ。ちょっと乗りましたけど、うん、もう、ね、全然合わないなと思ってトライアルをちょっと乗って、はい、ロードレースでしたね。あ、いろいろ乗ったんですね。いや本当は本田技研さんの熊本工場に就職する予定だったんですけど、まあ、そのままいつの間にかレースに入ってしまったというか。バイクはいつから乗り始めたんですか。バイクは7歳から乗ってたんですよ。友達、あ、うちのいとこが、ポケバイやってまして、なんか途中そのいとこ会っていうんですか、そこで、うん、昔って、はい、親戚集まるのがありましたよね、はい、その集まりで今バイク乗ってたよって言って、バイク何バイクって、バイク自体はあんまり分かってないですからちょっと年上のいとこが悪いこと教えてくれるんですよ、はい、そうですね、もう悪いこと全部もうなはい16歳前にはもう終わってましたから、はい、なので混ぜてたんでしょうね、もうバイク何それ、じゃあ乗るみたいな感じで、7歳ぐらいですね、で乗ったら楽しくて、楽しいけどこう邪魔されるのが嫌いだったみたいな、こう一緒に走るのも嫌だったんですよね。こうそのいとこの人が前一緒に走れと言って、嫌だ俺と一人で走りたい、なんかそういうのもなんか当時思い出しますね。いやそのね、みんなねプロレーサーがいつプロレーサーを目指すことになるのかみたいなのって、うん、かけは謎ですけど、謎ですね。でもその7歳の時にもう一人で走りたいと思って、走りたいと思いました。あの誰とも走りたくないと思ってました、
走りづらくなるんですよ、うん、前にいると僕はですね、もうじゃあ、うん、もうトップじゃないと常にそう、なんか前にいると合わせられなく合わせづらくて、自分が先に行っちゃえばいい、その人それぞれその色があって、うん、色というか、まあ社長がね、うん、社員になれないのと一緒で、まあそれはそんなことないかまあでも人それぞれの速さがあるので、はい、僕はここが速いっていうのがあるんだよ、うん、自分の速いとこ止められたら速くはそれなり、うん、これ嫌だなと思って、すごく気持ちよく行きたいですもんね、行きたいので、うん、もう一緒に走りたくないで一緒にずっと走ってたら、お前一緒に走れっていとこに怒られて、なんで怒られなきゃいけないんだよ、ちっちゃいながらに思って、でいとことも一緒に走らないようにしたんですけどそんでだんだん中学高校ってなってきたら、まだ僕でも中学までポケバイやってましたよ、やってました、やってました、12歳ぐらいで、12歳でポケバイやめたっていうか、自分で 50cc の NSR50 を買って、はい、免許持ってないので家で置いてましたからね昔の高校生とかすごいことやってたんですよ、ね、でも乗ってないですよ今でも乗ってないですよ、バイクを押してサーキットまで、はい、まあ、すぐ横だったんです、あ、そうですね、すごい環境ですね、そう、その前は、ね、うちなんかセメント屋さんやってたんで自分家で遊べたんですよ、あ、自分家がちゃんと、はい、自分家で溶接もできたし、なんか切断グラインダーもあったし、はいはい、改造できちゃいます、改造できたんですよなのでそこからそこをやめて、じゃあどこ行きたいって親が言って、でサーキットの近くで住みたいって言ったらそこに住まわせてくれて、へー、それいくつなんですか、それ中学校1年2年ぐらい、あ、まあ、運よくそこで、はい、ポケバイからミニバイクを17万で買ったのかな、で当時、はい、当時付き合ってたっていうか、そのお世話になってたバイク屋さんを飛び越えて、違うところでバイク買ったからめっちゃ怒られたお前どこで買ってんだこの野郎みたいな、そんなん分かんないじゃないですか、中学生ですよね、だからそこでそのバイク屋さんとはもうお付き合いやめて、まあ、また違うバイク屋さんで、はい、と思ったんですけど、やっぱ自分でずっと峠走ったり、はい、免許取ってからですよ、免許取ってから峠走ったり、まあ、学校行く時も、まあ、バイクで行ったりとか言っちゃいけないんですけどそう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 、そういうね、なんかバレないとこ止めたりする時代ですよ、ね、友達の先輩がガンマで学校行ってたんですよ、言っちゃいけないんですけど、はい、行ってて、それ見て、ああ俺もそれやりたいなと思って、あ、憧れてやってたっていうのが最初ですよね、いやこの、ね、最近の子たちってバイク危ないから、うん、親に送ってもらいますみたいに高校生が言うんですよ、うん、いやね、まあ安全なのはいいことだけどいいことだけど、いや、ね、なんかこう挑戦する世界って、うん、そのスピードとか、うん、その角度とか、うん、体験すると世界変わってくるじゃないですか、なんかその、まあ、いろんなことを自分でこう超越するのが楽しいですね、まず怪我とかはとりあえず置いといてっていう先なんですよねそれは置いといて、まず自分のそのマシンを支配する能力、うん、それを上げることばっかり考えてましたね、うん、どうやったらこれお金もらえるんだろうとかまあでも始めたきっかけってそうだったんですよ、やっぱ怖いお兄さんが来て、まあ、九州だから多いんですよ、うん、お前も早いな、マジっすか、じゃこれやるから走ってこいって、ずっと走れるって、すごいですね、小学生で2万円をもらったらそれはもう、まあ、走れますよ、そっからですからね、まあ、これお金なんだな、いや、その怪我したら、うん、まあ院長に見てもらうんですけど、うん、そのね、富士の子供たち、うん、まあ中高生もね、うん、もちろん無免許で走り回っちゃダメだけど、はい、うん、だけどやっぱそのチームとか親とか、はい、みんなに力貸してもらったら、はい、挑戦してみたらいいのにななんてね、うん、うん、思う世代は、うん、昭和なんですかね。山口はこちらです。そう、相撲で秋吉選手の姿をやっぱ実物見てさ、ね。そんで、挑戦する子たち出ればいいかなって、うんうん、実は私、今年から菅生のアドバイザーにもなりまして、はい、私と菅井さん、はい、2人でやるんです、やるんです、うーん、サーキットアドバイザーにもなったので、もともとなる予定だったのがちょっと遅くなったんですけど、はいはい、あ、じゃあキッズスクールとかも、はい、もう僕と菅井さんでやる予定なので、はい、うちの子供たちもね、お世話になって、うん、はい、はい、あのマルチショートを走らせてもらって、はい、本当のレースのアドバイザーもやりますし、はい、地方選手権の凄、うん、まあ、凄選手権っていうんですか、うん、そこのアドバイザーもやりますし、それ以外はレースもやります、うん、いやね、本人たちにこうやってまあやってみろみたいなこと言って、うん、親がね心配しちゃうと思うんだけど、うんうん、まあ親はね、私説得に行きます私も説得というよりもやっぱりその危険
険なことっていうよりも、まずその自分でそれを体感しながら、その五感を研ぎ澄ませて、まあ、第6巻まで、まあ、犬の幽霊が見えるようになるまでやってもらいたいなと。犬の幽霊、うん、これ要するにね、口で説明するものじゃないんでしょうね。そうですね、難しいですね、うん、やってみないとわからないというか、うん、まず動き出したらどうなるかっていうのを知ってもらうと、うん、楽しいと思うんですけどね。うん、そうですね、やっぱりゲームとかね以外に集中できるものってすごく、ね、うん、大事ですよね。ゲームの今ね、なんかあのオンラインで、はい、本当の F1 レーサーと中学生対戦したりしてるんですけども、うん、うん、あの中学生の上手い e スポーツとか結構いい勝負しちゃったりするんですよね。うん、まあ、それって映像の中とか、うん、あとコントローラーでその微妙なところをね攻め込むことができるようなんだけど、でも実写ね、実写は実写を知ってほしいですね。人間対物があって、うん、で物を作る人がまたいて、うん、こうあるんで、そのやっぱこう何ですか、動きを自分の思い通りにならないことが多いんですよね。 e スポーツは基本同じ1動かせば1動くようになるんです。多分ね、そのスロットルとか、スペックはみんな同じはずなの で、はい、ね、そのチューニングっていうのはないと思うんですよね。うんうん、だから僕らのはそこが難しいです。うんうんうん、そう、すごい行った時、うん、メカの皆さんがやっぱりこうカチ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 やってましたからね、うん、直前までやってるんですね。やっぱりそのメカの技量だったり、その今まで の、 その蓄積したデータとか、やっぱり数字なんで、その数字を合わせれる人がやっぱり、うん、いいチームというか、いい速いバイクというか、まあ、今ヤマハさんがそれできてるので速いですよね、うん、もう気持ち悪いぐらい速いですよ、うん、後ろに来て、あの汚なこの野郎全然速いなって俺無理だと思うね。そうだそうだ、その、まあ、ライダーさんの他に周りのスタッフさんっていう仕事もありますもんね。そうですね、だからまあ、入り口はまず乗ってみようだけど、将来の進路でレースの仕事とかメカの仕事とか、いいと思うんだよな。スゴがあるっていう宮城県のね、地の利を生かしたのが、はい、そんな感じでね、今度スゴさんにもね、ここ登場してもらったりして、ね、あ、そうですね、はい、うん、一昨日僕はスゴさんと一緒に話して、はい、今決まった話なので、それは菅井さんとか菅井さんも来てもらった方が面白い。菅井さん喋りますよ。喋りますよ。ガンガン喋りますよ。ちょっと尺足りないかも。いや、それでも特番にしました。いや、でも秋吉選手と、ね、菅井選手の、ね、一緒にってなったら、ものすごい、うん、あれですね、価値のある番組になっちゃう。教えるの僕もなんか好きなんですよね。こう、こうなんだろう、その人の形を見て、うん、あの自分の形はもうとりあえず置いといて、その子を見て、その子の形に、多分プロゴルファーも一緒だと思うんですけど、その人それぞれ違うんですよね。この人はこれやった方がいい、この人はこれやっちゃダメとか、僕らわかるんですよ。あ、やっぱりね、やっぱりね、うん、なのでプロゴルファーに教えてもらったけど、上手くならなかったんですけど何回も教えてもらったら全然上手くならない。なぜかって言ったら、そこまで興味ないんですよ。まああるんですけど、うんうん、プロが言ったらかけ離れてるんで、あ、俺ここまでなれないだから、いや、俺はもう100切ればいいやとか、そんなレベルなんですよ。ゴルフだってバイクだって一緒ですね。そのレベルの話なんですよね。そうなんですね。いやね、最近高校生に取材に行って会うことあるんですけどね、人の話なんかめんどくせえみたいな顔つきしてるんですよ。なんて言うんだろうな、例えばおっさんが、俺こう鬱陶しい方なのですぐに高校生に、あ、まあ、何進路目指してんだって聞きに行ったりするんですけど、こんな感じでちょっとすかされちゃったりとかして、はいはい、だけど先輩後輩みたいなものが絶対に役に立つことあるんですよ。今ね、秋吉選手言ってくれたことここだよっていうところ見えてくる時あるじゃないですか、はい、すごい気持ちいいんですよ ね、はい、あ、それを教えたいみたいなことを今の子たちね、なかなか触れる時ないんだと思うんです。まあ、コロナだし、うん、だからその鬱陶しい先輩ってね、本当にいいやつなんだよ。鬱陶しい方はめっちゃいい人です。そうです、これテストに出るから覚えてください。、うん、うざい先輩はいい先輩です。おせっかい焼きですね、うん、おせっかいマダムって言うんですけど、うん、まあ要は昔の、はい、あの人、あそこいい子がいるよって、はい、ってご紹介したらやっぱりいい子だったとかですよ、うんうん、なんかね、例えば、女の子を誘ってみんなでグループデートしようみたいな、よくやりましたね。ちょっと高校同士でよくやってました。 あっちの女子校とか、はい、いけいけ声かけてこいとか、はい、僕だとそのまあ言っていいのかな、南地区高校だったの、はい、出ましたよ。、はい、南地区高校懐かしいでしょ。こと付き合ってる時は、まあ、みんなでこう合コンしてとか、楽しかったですね。そうだ、付き合うといえば、はい、なんと今日はですね、
バレンタイン直前。あ、そうですね、うん、これ放送日9日なんですよ、うん、9日でバレンタインの直前なので、うん、チョコレートを PR しようと思っていきましょう。チョコレート、はい、マチナビ社のスポンサーセブンイレブンジャパンですけどね。はい、ね、うん、今年のバレンタインキャンペーン商品、カカオ香るとろける生チョコですはい、これセブンイレブンで売ってるの？セブンイレブンですよ。これね、324円。いや、コンビニのクオリティが高いですね。すごい高いですね。ワインも、なんてお菓子入れてんだろうっていうぐらい美味しいですよね、ワインも、コーヒーも、うん、ということで、この番組ね、食べたり飲んだりする番組なので、はい、ちょっと一口みんな食べちゃいますよ。有吉選手は甘いの大好きですよ。甘いのも辛いのも、お酒もこの世で嫌いなものは何もないんですよ。皆さん分かってきました。有吉選手、甘党ですよ。甘党です、じゃあぜひ有吉選手はどうぞ、はい、はい、はい、じゃあ院長も、院長も、はい、院長はもう甘いの OK ですね。甘いのもお酒も、はい、はい、琴さんも、はい、はい、大好きですよ。これ可愛いので、私も可愛いので、はい、はい、ありがとうございます。いただきます。ゴディバの真似してますね。おお、うまい、うん、激うまです。あ、もう一個いきましょう。激うまですか、うん、うん、なんか昔生チョコって言ったらね、うん、高級な、はい、もう手の届かないような、ね、ね、そう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 、石畳みたいにね。僕田舎者だったんで、セブンイレブンとかなかったですよ。だってこの辺も、この辺もそうですよ、うん、昔、ね、うん、コンビニが小学校6年でできたかな、うん、それまでなかったですか。明吉さんは今48の年です。48歳8になったばかりです、うん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 、じゃあなんか同世代っていう感じで話して大丈夫ですか、うんうん、そうです、同世代。私も中学校卒業して横浜に高校、あの横浜銀杯とかの時代ですよ。行った時にコンビニとかファミレスとか、あ、そうです、吉牛とか食ったことなかったですよね、はい、途中からでき始めて、うん、でもヨーロッパじゃないですよ。